このボディカラーはですね、レッドパールメタリックということなんですけれども、一見すると玉置浩二があの消えそうに燃えそうな心で歌いそうなワインレッドのようにも見えます。日産、スカイライン、通称 GTST と呼ばれている GTS ターボというグレードになります。エンジンは日産の直列6気筒エンジンである RB20DET 型エンジンを積んでいます。ツインカムのターボのエンジンですね。駆動方式は、スカイライン代々基本的には FR になっており、このモデルも後輪駆動の FR になっております。R32 スカイラインは当時の日産の901運動の流れを組んで、足回りを強化したりとか結構スポーツ寄りに振ったモデルになります。この車は R32 スカイラインが中古車市場に流れてきた時に日産の中古車販売店が独自に改造を施したピーズスペシャルという仕様になっております。ボンネットが GTR 用のアルミボンネットになっていたり、おちょっと僕も持たせてもらっていいですか。はい、いいですか。ふわふわですね。グリルも GTR のものと一緒です。その他フロントバンパーは、エアロフォルムバンパーがついていて、トランクには、純正のリアスポイラーを、プラスでつけるような、仕様になっています。 R32 スカイライン特徴はいろいろある車ですけれども、特徴的なのがまずこのグリルですね。現車は先ほどオーナーさんの説明にもあったように GTR のグリルに変わっています。ただ、標準のグリルはですね、このボンネットの先端が下まで降りてきてほとんどグリルレスのように見えるような形になっています。で、このグリルなんですけれども、注目したいところはこの GTR 用グリルであっても GTST 用のこの下まで来たグリルであってもですね、両方とも R30 みたいなんですね。一瞬ですね、 R30 を思わすような、 GTR 用は RSK のような、そして GTST のものはですね、後期の鉄仮面のような造形を思い浮かさせます。これはですね、偶然ではなくて実は鉄仮面のデザインを担当したデザイナーがこの R32 のフェイスにも関わっているんですね。全国のバンパー内装着の純正フォグマニアの皆さん、お待たせしました。これです。日産純正のこの当時ながらではプロジェクターフォグランプもしっかり装備しています。いかにもな当時感が漂っていて、すごく僕は大好きなカスタムが施されているなと思います。はい、サイドに回ってきました。 GTR のブリスターフェンダーばかりに注目しますけれども、実はこの前後フェンダーはですね、ふくよかな造形になっているのが魅力です。むしろですね、 GTR に比べて繊細な形なのがいいと思います。で、これだけしっかりですね、ブリスターフェンダーが作られていながら、この車なんと5ナンバーなんですね。しかも歴代で5ナンバーサイズのスカイラインっていうのはこの車が最後になりました。またですね、このように窓に枠がないサッシュレスドアの4ドアというのはこの R32 スカイラインが最後の世代になってしまいました。またですね、この R32 の1個前の世代 R31 スカイラインは実はボディが大きく、また見た目にもでかく感じるスタイルが、正直言って全体からは不評でした。もちろん、熱狂的なファンもいますし、後期型なんかはすごくスポーティーなんですが、その反省を踏まえて R32 スカイラインでは非常にコンパクトにしたのが特徴です。ただ実はそのコンパクトさも31に比べてすごく減ってるわけではないんですね。部分的に見ていくと、実際にこのリアのオーバーハングは大きく減っています。ただフロントのオーバーハングは31に比べてそれほど大きく減っているわけではないんです。それでも31よりもすごくコンパクトに見えるのには理由があってですね、まずですね、フロントのオーバーハングのセクションを斜めに絞り込んでいます。さらにこのバンパーの角をですね、大きく削ぎ落としたことでフロントのオーバーハングが短く見えるような形になっています。横から見るとここからここまでがオーバーハングに見えるんですが、実はですね、ここまでがフロントなので、オーバーハングはここからここまであるんですね。デザイナーの力だなと思います。そして注目してほしいのが、この前後のホイールなんですが、これはオーナーさんが、好みで交換したホイールになってますけれども、当時スカイラインにはこのターボエンジンを搭載した GTST とですね、同じターボエンジンを搭載した GTST に上級装備を施した GTST Type M というものがありました。
GTS-T に比べてタイプ M にするとですね、タイヤサイズが大きなものになって、アルミホイールが装着されて、キャリパーがですね、アルミ製のものになります。で、ここら辺がですね、なかなか当時の車の階級社会を物語るものでして、実はこの GTS-T の下には GTS というですね、NA エンジンの仕様があります。NA エンジンの GTS から GTS-T には価格差が30万円あります。で、この GTS-T にですね、先ほど申し上げたタイヤ関係やアルミキャリパーとか、あと室内でいうとスポーティーなステアリング、これを追加したものが GTS-T タイプ M なんですが、この価格差がですね、13万円なんですね。ここの30万円をよいって乗り越えてきた人は、この13万円で悩んじゃったりするわけなんですけども、ここら辺が商売のうまさといいますか、まあ、当時はこんな感じで、グレードによる明確なヒエラルキーっていうのは減ってきてはいたんですが、その上にこうちょい乗せというかトッピング的に、価格をどん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 高くしていくような流れっていうのが一般的によくありました。はい、ちなみにですね、ヤフー知恵袋とか民家とかでちょっと間違いがルフされてるということを今オーナーさんに聞きましたんで、一言豆知識です。 GTS-T も GTS-T タイプ M もハブはですね5ケツです。4ケツではありません。またこの R32 系でですね、注目してほしいのがフロントでもそうでしたが、サイドでもあるものがないのに気づきます。何がないかというとクロームパーツなんですね。この窓枠にもボディのサイドにもメッキの光るようなパーツがないんです。これすごく珍しいことなんですけれども、そのメッキがないことで R32 モデルはすごくスポーティーさを演出できています。メッキは、全くゼロのこの R32 型スカイラインは、まあ、いわばですね、逆タントカスタムみたいなもんですね。逆アルファードでもいいですけれども。はい、テールに回ってきました。リアのバンパーでもですね、このバンパー部に、マーカーの類は入っていません。すごくすっきりしたフォルムが魅力です。またですね、この車リアのオーバーハングも短くなってますが、リアのトランクの高さも抑えられていてスポーティーな形を実現しています。さらにこの特徴的なテールランプ、2ドアモデルはですね、 GTR なんかで一般的に見られるようにこの丸のライトの脇がですね、ボディ同色のパネルになっているんですが、4ドアだけは専用のこのスモークの縁取りが装着されています。なおこの赤い丸のランプ、これ今ではまあ一般的にも見られるようになりましたし、当時も例えば日産でラングレーですとか FC3S の後期型なんかは丸4灯を採用するようになっていました。でも決定的な違いはですね、スカイラインはこれが赤いリングになってるんですね。赤いリング状に光るものなので、遠くから見ても誰が見てもスカイラインだというのが分かるようになっていました。ちなみに歴代4気筒エンジンを搭載したスカイラインはですね、テールが角テールといって普通の四角いテールになっていて差別化がされていたんですが、 R32 だけは 1.8 リッターの4気筒エンジンを搭載したモデルも丸テールでした。トランクを開けました。最新のセダンに比べたら、底は浅いんですが、でも意外に左右方向にも奥行きにもかなり大きく取られたトランクです。ここにあるのはこれ年代物です。日産プリンス東京の名前が入った当時物の工具箱でした。こんな感じです。上下方向がやや浅めですけれども、まあ余裕あるトランクルームだと思います。まあこの大きさならですね、優しいことで有名な霊長類のボノボ、ボノボの死体が1頭ぐらいは入ると思います。ボノボはオスがですね、だいたい全長80センチなんで入ると思います。造形はゴリゴリのスポーティーというよりもちょっとおしゃれな感じがします。余計な線を廃止してシンプルな線のみで構成されたふかふかの丸みを帯びたシートになっています。ちょっとベイマックスみたいな感じになってますね。はい、じゃあ実際に座ってみます。フロントは身長173センチの私が合わせた状態です。実はオーナーさんにはぜひ窮屈さを体験してくださいなんて言われてニヤって下げたんですけど、そうでもなかったっすよ大丈夫でした。はい、私には問題ない空間です。はい、フロントシートに座らせていただきました。外見からの印象そのままに、室内もコンパクトでタイトです。なおシートは細かな調整ができます。例えばこの座面なんですけれども、ダイヤルが2つもついてます。これでですね、フロント側の座面、それから
リア側の座面の両方が細かくコントロールできます。こう乗る、お客さんのですね、体型に合わせて細かくセッティングしてくださいということですね。味が細かくカスタマイズできるラーメンの一蘭並みの優しさが感じられます。はい、コクピット周りの紹介をします。ステアリングの右、このメーターバイザーにもスイッチが多く備わっています。右のですね、上段はデフロスター、そしてフォグランプ、そしてこれがですね、ライトの制御スイッチです。1段回してスモール、2段目でヘッドライトですが、この後のですね、ハイロー切り替えはこちらの通常のレバーになります。こちらでハイローを切り替えますし、パッシングもここで行います。でかつウインカーに関してはこのレバーで操作をします。この右側のアームはですから、ウインカーと、ライトの上下切り替えの制御のみとなっています。それから、正面にあるメーターはアナログ式で、6連メーターになっています。ターボモデルなので通常は電圧計が入る部分にブースト計が備わっています。はい、そしてメーターの左側にはこのようにハザードスイッチ、それから純正オーディオ操作用のチューナーの操作系が備わっています。また下の方にはワイパーの操作系統のスイッチが備わっています。いや、本当に驚異的にこうフィットしますね。いや、他の車乗るとやっぱ全然違いますよね。なんかイタ車みたいなんかすごくよくこれで売れましたよね、この車って ね。腰痛めた時があって、その時もう苦痛でしかならないんですよ、ね、これナンバーサポートこれで調整するんですね。はい、いじります。これで調整すると、これ一番ひどかったんだもう支えることしか考えてないんですごいですね。ただ閉まるだけ。これでも本当に当時のお父さん方で座れない人いたでしょうね。でしょうね。もうだからスカイガイにお客さん合わせてくださいよってことですよね。乗れなかったらダイエットしろとか、いやでも本当にお借りします。はい、データもうクラッチつないだだけで300点出てますからね今の出たって300点出ました出ました、はい、あの GTR のイメージで運転してみたところ、はい、実は操作系がめちゃくちゃ軽いですね。はい、はい、すごく乗りやすい。いや、すでに楽しいじゃないですかいや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 、それほどもちろん踏んでませんが、はい、いや自然だ、とにかく自然。ターボエンジンって感じもしない。でも NA みたいなトルクの細さはないですもんね。はい、この R32 スカイラインに搭載されているエンジンは直列6気筒の RB20DET になります。 RB20DET 自体は R31 スカイラインにも搭載されていたんですが、この3人用ではですね、タービンの軸受けがボールベアリングタイプになっています。これでフリクションが 50% 減っているということです。またこれ前後のサスペンションが、マルチリンク、前後ともマルチリンクになってかなり高いいいものを持ってくれたという感じになってます。それからリアサスペンションの、付近にはですね、スーパーハイキャスという、後輪操舵のシステムがこのモデルでも備わっています。ただ従来の、ハイキャスと違ってですね、ステアリングをこう切った瞬間に最大1度なんですけれども、1度だけ逆位相に後輪のステアを切ってくれるというシステムが装着されています。というわけで、R32 スカイラインは車身周りがすごく豪華なんですよね。今言ったように前後マルチリンク でスーパーハイキャスもついてて、でエンジンに目を移しても専用のボールベアリングタービンがついていたりとか、すごくお金がかかってて、いろんな装備が、てんこ盛りに思いつくだけ装着されている感じがします。ほとんどフルアーマーガンダム状態ですよね。全身にもう高そうな装備がてんこ盛りって感じになってます。いいもの感ありますねこれはなんかいい車買ったって感じするんじゃないですか。当時なんかそれこそそのメッキとか、うん、なんか例えば木があったりとか、そうなんかそういう木目とかじゃ、そういうのは全然もう排してるんですけど、はい、なんか質は本当高く感じますよね、うん、使ってるものが良かったりとか、あとはもうそのパワーの面
満足させるためになんかうまくこう仕立てられてるなっていうのは、うん、バブルでお金使えたっていうのもあるんでしょうけど、これ実はオーナーの神山さんがそんなゆっくり走ってるだけじゃなくてもうちょっと踏んでくれと言っていました。で踏むと急にエンジンの性格が一変するというふうにおっしゃってたので今から幹線道路に出たいと思います。踏みます。いや、これが、これなんですか、これなのか、これなんですこれなんですね。してって3速でも4速でも全然加速していきます。重くないです。3速から4速から加速していっても時速は100キロ、まあいろいろあると思うんですけど100キロを超え、はい、はい、安心感もありますよ。その分加速しないとどうしてもやっぱパワー不足だと高速なんかだと怖い場面あるんですね、はい、首都高とかなんかも走っていて、はい、全然あの次の出口までに例えばこの左側走ってるトラック1台分ちょっととりあえずパスしてから左入りたいなと思ったらすんなりこう加速していって、狙った通りに入ってくれるようなところはあるんで、いや本当にね、例えば軽でも100キロは時速出るわけだからそれで十分だとかって言われたらそこまでなんだけど、そうじゃないんですよね、はい、踏みます。ブーストが今制圧に入って離陸でございます。飛行機がありますよね。あります。まあまだまだ伸びていくと、私の免許の点数がみるみる減っていくっていうことになりそうなので、そっか、すいません、これ最高ですね。久々にちょっと出ましたね、500点出ました。5ナンバーサイズで今大の大人が3人乗ってるじゃないですか。大人がしっかり乗れてこんだけかっこいい形で、でエンジンはこんなに速いで足回り完璧、当時の値段にしたらまあ本当安いんじゃないかなと思いますよね。当時おいくらですか。当時タイプ M でそれこそ300万ちょいとかなんですかね。ごめんなさい、ちょっと詳しい 金額まで忘れちゃったんですけども、あ、金額今ここに出てますね。あ、出てますか。こんなに安い、はい、はい、なるほど。そうなんですよ。